さあペナント実況をやっていきましょう。今回はオフシーズンやっていきましょう。今シーズンは結構引退する選手が多いので、まあ、一気にチームも変わってくるかなというところですね。丸選手があれですね、引退してますね。丸選手もトップ指導つくんですよね。ただやっぱり坂本選手が一番阿部比存在感というところではいいんじゃないでしょうか。ということで今年もおそらく交代はなしかな。うん、 OK、 では行きましょう。さあということでちょっと今シーズンの成績とか確認してなかったので、まあこの契約更改のところでいろいろ見ていきましょう。森下投手まだまだ現役で、まあエースですね、うちの。まだまだ頑張ってもらいましょう。岡本選手がちょっと能力落ち始めたんですけど打率4割、まあちょっと怪我もあったんですけど打率4割やばいっす。で村上選手3割5分2に46本ホームラン王ですね。打点王も取ったのかな、素晴らしい。で山田哲人選手はしっかり3割24盗塁24ホーマーということで、これ将来的になんかの素晴らしいコーチになるだろうな。はい。で戸郷投手がまだまだ若いんで、ここに将来的にトップ指導とかつけたいけどな。で山本由伸投手、まあまあもちろんこれくらいの成績は残すでしょう。戸郷選手も 1.68 20勝、素晴らしい、負けなし。山岡選手がちょっと能力落ち始めましたが、まあそれでも先発ローテーション来年守ると思うのでまだ引退とかではないですね。で渡辺選手3割3分6厘まあ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 ですね。でアンソニー今年取って10試合登板してもらいましたが、まあさすがに能力結構落ちたので自由契約。森友選手3割まあこれくらいの成績残してくれればいいでしょう。でこの野村選手ね、まあ来年再来年ぐらい活躍してもらいたいですね。もう来年ベンチには入れたいかな、この能力。まあ、今年も8試合で3割4分5厘、ホームラン3本、素晴らしいです。で、上林選手が晩成で限界突破したので、ここはもう、はい。来年からはしっかりと、正規的なレギュラーで使っていきましょう。で、和田選手3割打って67盗塁。やっぱ和田選手、周東選手の一番いいっすね。まあ、どっちかがスタメン、どっちかがダイソーで控えて、まあ、疲労回復をお互い補っていくっていう。なかなかハマってきたんじゃないでしょうか。平投手やばいっす。39登板 0.00 防御率やばすぎマジで。でこの清水投手の獲得は本当今年良かったっすね。はい、ここは本当良かったっす。マルちゃんもまだまだ現役でいきましょうという感じですね。でネオ選手、ああネオ選手ももう正規のレギュラーにする感じかな。うん、ホームランも打てるし、まあ盗塁もできるし3割しっかり残すんで。でこの安田選手とかを今後どう絡めて使っていくか。でせいやが今年で引退かなと思ってるんだけれども、ただ結構今枠は空いてるんで、これ他のチーム行くと結構もったいないなっていうのはあるんで、もう1年残そう。千賀投手とかもな、それで言うと他のチーム行くともったいないなって思っちゃうんだけど、まあもうここは防御率も悪かったし結構落ちるんで、もううちにいても使いどころは、聖夜はまだ使いどころあるけどな。投手コーチ、トップシードもつかないか、奪三振逃げ球でもこっちの方がいいな、今の投手コーチより。内海投手コーチクイック牽制とかなんで奪三振逃げ球の方がいいですよね。まあ分析力落ちちゃいますけど、投手コーチに転身させよう。 OK、 ギータ、まあギータもさすがに引退っすね。他のチーム行ったらまだちょっと活躍するかもしんないけど、41歳、引退っていうのをやりたいんだけどな。あ、意外とコーチとしてそんなにあれだな。うわー特殊能力ついてるから、でも発掘力 B なんだよな。いやギータ自由契約になっちゃうのか。え、今何人だ。61、無理にやる必要がないな。無理に引退させる必要ないから、これ他球団行ったらそこそこは活躍しそうなんで、もう1年置いときましょうか。まあただ2軍にはなりますね。はい、中川投手もやばいです。 0.36。 辰巳選手、辰巳選手もそろそろ三振消し、来年から1軍定着を目指していきたいですね。今何歳だ、32歳。調査とかもな、パリーグのホームラン王だからな。もので3割もともと打ってる選手なんで、まあ、そっから育てたし使っていきたい来年ぐらいから。周東選手3割打ってる34盗塁、まあ和田選手よりはこう出番が少ないので成績的には落ち着いてはいますが、いいですね。ヘイクスがなんか育ってきたな。ヘイクスがただな、うん。でモイネロ選手はさすがにこれ引退かな。
海外スカウト。まあ一緒か。まあここはちょっともう放出でもいいのかな。他球団がもしかしたらあれするかもしれないですけどね。バーロー500行こうぜ。バーロー500行きましょう。菊池選手どうだ、コーチとして。え、守備走塁コーチ全然じゃん。え、なんで。まあもう一年働いてもらおうかな。でもここはまあ鉄とか怪我した時のセカンドと。大山選手も能力が落ち始めたとはいえしっかり成績は残している。はい。で佐野選手も能力落ち始めたとはいえまあまあしっかりそこそこ。源田選手もまだ活躍してもらわないと困るんだよな。基本的に左の時のショートは源田選手に引き続き任せようかなと思ってます。来年もグレンジャーそろそろ頑張ってほしいんだけどな。阿部ひもつけて左の時は使っていきたいけど。堀之内はまあまだ置いときましょう。しっかり活躍してます。でこの辺からは順平投手いいですね。外崎選手でもまあまだ置いとこうかな。5試合出てるしな。で佐藤選手とかもね400超えてきたんで今阿部ひつけてるんですけど、それついたら1軍入れたいですね。周平もまあなんだかんだ年間8試合ぐらいは出てくるから。で来年からこの前野です。この選手が大活躍する予定ですね。来年からミート CC ぐらいまで行ってもろって、これでチャンスで阿部ひ存在感のアーティストっすからね。プルヒも持ってるし。で片山はこれから頑張ろうって感じかな。はい。松井投手がな打たれるんだよな。ちょっと2軍って感じに現状になっちゃってますね。浅村選手引退か。あ、トップシードつくけど、まあやっぱ坂本選手が強いか。引き止めよ。400あるからもう1年頑張ってほしい。うん、田中和樹選手はちょっと使い道ないんで引退かな。ということで、投手コーチ交代と、内海投手コーチから千賀投手コーチにと。逃げ球奪三振っていうのは、まあ取りたいけど取りにくい特能なので、そこをこう、コーチの指導で上げやすいっていうのは非常にいいと思います。いきましょう。長い長い。お、阪神とトレード申し込んでおりましたと。まあちょっと成長が見込めない投手二人に対して、若手の選手たちを取りに行ったという感じですね。ちょっと今入ってきた選手を見てみたい。ということで逃げ球奪三振は今後積極的に取っていこうというところではありますね。全員あかん、全員あかん。まあもう一回トレード候補かな。ちょ、今の選手の名前覚える。青山赤坂グレイナー、青山赤坂グレイナー、青山赤坂グレイナー、青山赤坂グレイナー。この3人を使ってまたちょっとトレードを申し込んでいきましょう。まあちょっといつもやってるその評価見て、しかも選手500盗塁いったら取りたいんだよな、コーチ候補として。もうちょっとだから他球団で泳がせる。でこの年数っていうので1年目でいい選手がいたらいった。あまちゃんめっちゃええやん。なんならこの山根とかもちょっと気になるけどな。まあ25歳か。よーし、このアマちゃんを取りに行きましょう。まあこれでお金出そっか。もう余ってるから1億ぐらいあげますよソフトバンクに。それはもったいないな。これで外国人とか取られたらもったいないもんな。まあ6000万ぐらいかなとなると。よし、さあ、続いてドラフト会議に行きましょう。今年もドラフトがそんなにこうすごい選手いないんですよね。高校ナンバーワン投手、大学ナンバーワン投手、ここかな。三角丸でも結局丸の方が強い説があるんだよな。大学ナンバーワンだしな。うん、この通りあんまりこう行きたいなと思う選手がいないんですよね今年。だからドラフト2年連続外れ年だな。一人だけでももうとてもとても行きたいみたいな選手いたらいいんだけどな。三角丸より丸の方が強いと思う。お、オッケー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 、単独指名。
で、あとはもう三角丸。よし、ヒロタ行けるやん。ナイスナイス。その高校生行きたいかな。ピッチャーばっかりになってるけど、今のところ指名が。いや、間違いないな。これだな。丸は行っとこうかなっていう。大学生丸とかは行っといて。もうピッチャーはいいです。ここまでピッチャーしか取ってません。お、オールピッチャーで終わり？パワー型はいらないな。まあじゃあこれだけ。終わり。まあちょうどいいでしょう。人数枠的にも。これで3人助っ人外国人選手が取れるので。よし。アマダーを取りましたね。さあ、今じゃあ取ったアマダーから見ていきます。お、ルーキー覚醒があったのにもったいな。全然育ってないし。何やってんの？ルーキー覚醒の期間。南東派だから育てやすいはず。もったいないことしてんな。何やってんだよ。もうこれルーキー覚醒の期間終わっちゃうんで、残念ながら。基本能力伸びやすいか。なるほど。で、ちょっと分析力落ちちゃってるんで、こう長い期間見れないですけど。いやー、この期間にじゃあ、基礎能力ほんと伸ばすか。滝。速球上げようぜ。球速165とか。うん、みんな良さそう。まあ、そりゃそうっすよね。良さそうなとこ取ったから、ただ一発頑張って取れよ、これ。これだけは。お、ルーキー学生来た。来たな、ルーキー学生。うわ、二軍成長効果小だけどめちゃくちゃ強いピッチャー来た、280。これがあれか、ドラフト1位か。やっぱ丸の選手いいね。大学ナンバーワンとか出ると大抵強い説があるんですよね。コーチの脱三振使っていこう、千賀コーチ。で、しおった。どうだろう。ただ、まあ、試合成長効果大持ってるんで、でもパワー型か。まあ、今年、覚醒か、限界突破が来たら、ワンチャンあるけど、ちょっと厳しそう。で、青山グレーナーを餌に、またトレードをやっていきましょう、今みたいなね。そんな欲しいと思う選手はいないっすね。次、ロッテ。まずこの評価で見て、いい選手がいたら、取りますよと。で、こっち見て、いなかったら年数を見て、まあ、2年目以降はもう一度はね、チェックしてるはずなんで、ただまあそこで覚醒入ってるかもしれないんで、まあ2年目ぐらいまでは見たいですけど、ね、こんな感じでいつもトレードを考えてます。お、松原選手めちゃくちゃ育っとるやん。いやー、巨人かな？山浦もうちの選手だし。おー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 、これは知らんぞ。初めて見たぞ。何これ？でももう30歳か。もうちょっと若かったら、言ったけどな。いやー、でもなんか全体的に悪くない選手だな、この選手。ちょっととっても面白いかも。またどうせ使わんだろうっていう、取ってもね。取ってもどうせまた使わない疑惑。いやー、堀ももう25歳とかだからな。今福、まあ、まだ育つんだったら結構強くなるけど。まあ、取りに行っとこうかな。もう欲しいと思った人は全員取りに行く。そんな感じで行きましょう。で、続いて、帰国選手交渉。帰国選手全然来ないじゃん。これはまあ、ウィンウィンのトレードっすね。まあ、どれくらい育つかによるよ。
いやまあでも34歳まで育つから、いやもうなんか大きく取れる感じでもないのか。どうしようかな今服。でもなんかオール C ぐらいにはできるからこれは残したいな。もうこれで出せる人いないのか。もうこれで出せる人、まあそれ次第だな。他にこの選手が欲しそうっていうのがあれば。あ、青山がまだ出せるんだな。うん、これ見ると分かりやすいですよね。この選手を出すべきだ出さないべきだっていうのが。鶴岡も微妙なんだよな。まあでも試合成長効果があるから。高橋優希投手とかも今出し時ではあるけど、まぁ、ちょっとまだ眺めましょう。いい選手いればちょっと年齢高すぎ。鈴木大地選手も40歳もでめちゃくちゃ頑張ってますよ。お、いやこのタイプの選手絶対育てにくいよな。まあ、ちょっと覚えときます。楽天に微妙な選手がいたというのだけはね。リチャードソンは私が放出した選手ですね。近藤選手とかもまあ将来的にいいコーチになるならって感じですけどね。近藤選手とじゃあギータとかのトレードできないかな。できるんじゃない。もうギータがコーチとしてはそんなにっていくのが分かってるんだったら、そこにギータ出した方がいいんじゃないでしょうかっていうね。っていうのをまあ覚えておきます。そんなトレードもありですよっていうのだけね。まあ今急いでやる感じではない。大城選手もなかなかにいいけどな。お、なんかこのタイプの選手いっぱい持ってるからどうなんだいっていうと、お、これ絶対行こう。川崎、はい、川崎行こう。青山ですね。これ1億ぐらい出しましょう。そんなにいらないか。7000万ぐらいでいいか。8000万でいきましょう。これはいいトレードを見つけましたね。さあ FA ですけど、まあ欲しいと思う選手はいないな。まあ、C ランクでなんかいたら取るけど。広岡くんか。あー、広岡くんな。いやーでも、無理に取る感じではないですね。川崎重工業を取りましたね。これ絶対強いっしょ。よしよし、いい、出た。特殊能力伸びやすい。もうこれエースだ。もう間違いない。将来のエースですね、これ。あ、もうこれ何でも取れるやつだ。逆に内角攻めだけ取れないんだね。もうこれ来ましたわ。これもらいましたね。内角攻めってそんなレベル高いんだな、逆に。よっしゃ、これは。まあ、まだ成績残してないですけど、これ川崎めちゃくちゃ強いですね。OK。いやー、いいトレードまたやってますね、これ。キャッ、おー、強いのでは、軍事。強いのでは、これ。
え、しかもパワー S91 だし。え、これなんかめちゃくちゃ強いのでは？なんでこんな強いんだ？ノーマークだった今まで。これ絶対行かないと、軍事。誰出す？まあ、取った外野手出すしかないか。と、めっちゃお金出すしかないかも。これ絶対行かないと。めちゃくちゃ強いじゃん。いや、バーロー出すか。もう、バーロー、もういいでしょ。うん。これでいいんじゃないのかな。バーローもう能力落ち始めるし、34歳だったら31歳の郡司選手の方が打撃もいいし、あ、これめちゃくちゃ強えぞっていうね。見つけてしまった、見つけてしまいました、私め。え、断られた。え、え、え、それだけは絶対成立させたい。まあ、ちょっと他の球団も一応眺めとこう。え、なんで断られたし。え、あー、なんかこの辺強そうだけど、まあ守備型か。ちょっと薄田覚えておきますね。軍事欲しい。あれ、ほぼマックスぐらいの感じだったのに、もうお金も出さないとか。今のは絶対欲しい。まあ打撃が上がんないとちょっとうちでは使いづらいからな、そこは。もう軍事だけは絶対に欲しいぞ。強くない？うちの選手か。え、違うな。ん？中島って出したか、うちから。いや、逆境とか取るかな、それだったら。あれ、中島ってうちから出したか。なんか出した気もするんだよな。あ、出したわ。や、でもこんなに強くなかった。覚醒してるぞ、これ。絶対。これ間違いない。覚醒したな。さては。中島今年こんなに強い選手出さないもん、絶対。これ、ちょっとマークしとこう。ヤクルト中島。え、これ絶対覚醒してる。こんなに強い選手さすがに出さないべ。間違いなくうちの選手なんですけど、あれ。元。覚醒してるな。ということで、いやー、バーローと軍事で断られるってマジか。32歳になった。でもなんか打率低いな。覚醒したのかな。もう1億出そうじゃん。助っ人外国人選手取るようなもんだから、レベル的には。はあ、いい選手出てこないっすね。ということで、まだ枠もあるんで、まあ取りたい選手いたら、はい、取ってもいいですけど、まあいないだろうな。安明とか223セーブ投手コーチとしてと思ったけど、まあ千賀投手超えてこないか。あ、山本くんが自由契約になってる。まあでもトレード候補で3人取っとこうかな、じゃあ。あ、藤波選手。もうでもちょっと年が。ちょ、年齢的なところも見て。あ、カミン来た、カミン。去年3割打ってるんですよ、ソードバンク。これなんか強そうだなと思ったんだよ、カミン。これは普通に取ろう。育てられる気がする、今から。5億もお金いるけどね。ちょっとトレード候補でも取っとく。
クロスビーワンチャン取るかもしれない。あ、バーロージュニアが自由契約になってる。お、3割打ってる。バーロージュニア、もう一回取ってもいいけど、じゃあ。一回バーロージュニア取るか。よし、成立した。これいい補強だな。え、郡司選手こんな強いの？やばいな。パワー90のキャッチャーとかね。ロマンでしかないぞ、そんなの。これ結構いい感じになったかも、補強も。あ、能力覚醒と限界突破両方来たんだ。しかも万世。ラッキー。ラッキー。で、存在感も持ってるんですよね、何気に。初球だけちょっと取りやすそうなんで取りましょう。打撃型だぜ、しかもキャッチャーなのに。まあ捕手リードはもう上げないとして、上がんないんでね。ミート行ってもいいしな、この後。初球取った後ミート行きましょうか。うん、どっちかだけ先に上げて、そっちからスタメンで使っていくっていうのもいいでしょう。ちなみにバーロージュニア、バーロージュニアちょっとパワー C 行ってもろて。はい。で、カミンは普通にまだ使えそうな感じなんですよね。あれどこだ？僕はさっき取ったカーミンっていう選手がもう一人いるはずなんですけど、カーミン。あ、遺跡覚醒があったんだな、能力。あ、え、今から遺跡覚醒じゃん。あ、やば。え？今からですよね。まあそんなにもう上がんないか。まあでも育て用によっちゃ。これでこう上げたりしたら CC パワーマックスとかいったら、はい、今年中に。ウレーニャもカムバックと。まあここはちょっと基本的にはトレード候補ですね、ウレーニャは。よっしゃ、だいぶ強くなった気がする、これで。ただベンチメンバーは相当今年変えないといけない気がしているので、ちょっとそこは熟考していきたいですね。いろんなこう今まで一軍に入ってなかった選手を入れたいんですよね。ということで投手の方はおそらく変わらない気がしているんですが、あー、もう山岡投手がここから外れる感じなのか。山岡投手こっちで使おうかな。片山使うか。で、松井裕樹投手が何かあったらすぐ一軍に行く枠みたいな。で、高橋裕樹投手394か。さすがにじゃあ星の数が高い方を使っていくしかない。こうなりましたね。と考えると先発陣が昔に比べるとちょっと落ちてるから、先発ピッチャーの育成は頑張っていきたいですね。では中継ぎが強くなった。全員400以上ぐらいになってますね。あ、だったら高橋優希こうしてかな。で、三沢使うっていう方がこれがしっくりくるか。一番は一番はしっくりきますね。まあ、ピッチャー中継ぎは3人でいいっていうのが前回判明したので、これにして、で、野手の方ですね。もうめちゃくちゃ変わると思うんで、コンピューターが作ったオーダーがこんな感じか。ちょっとしっかり考えていきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひ登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。